藤枝市は静岡県中部に位置する市。安倍川と大井川に挟まれた地域の都市である。江戸時代には田中藩の城下町、東海道藤枝塾と岡部塾の宿場町であった。田中城は駿府城の西の守りとしても機能していた。静岡県中部では静岡市に次に2番目に人口が多い。また、静岡都市圏に属し、 静岡市のベッドタウンとして機能している。2008年に中心市街地活性化に向けた基本計画を策定し、藤枝駅を中心とした中心市街地の再開発を推し進めている。市内の県立藤枝東高校は競合であるなど、サッカーが盛ん。藤枝市におけるサッカーの歴史は古く、大正時代に旧西市田中学校の校技として採用されたことに始まる。 藤枝市の職員で構成する藤枝市役所サッカー部は全国自治体職員サッカー選手権大会で26回の優勝、天皇杯本大会への3回の出場などの実績があり、東海社会時に一部リーグに属している。藤枝ミベックは J3 に属している。また、J リーグに属しているアビスパ福岡はかつて、藤枝ブルックスというチーム名で、 藤枝氏を本拠地としていた。説一、江戸時代の若市王子神社の社殿によれば、後三年の役で、源義家が欧州へ下る時に、若市王子神社に立ち寄った。その際に、裏山の古い松の木に、藤の鶴が絡まり、藤の花が咲き誇っているのを見て、松に花咲く藤枝の一王子宮合豊かに行く地を、変と和歌を読んだことから、説二、 藤の枝のように細長い宿場町だから。師匠は死の花である藤に見られる高潔な気品を藤枝の姿として永遠に汚れない清潔な種として躍進と発展を遂げることを願ったもの。私たちは藤枝市民であることに誇りを持ち、健康と安全を増進し、教育と福祉の充実に努め、文化や産業を向上させて、 限りない発展と平和を築く陽子の検証を定めます。恵まれた自然を大切にし、美しい街を作りましょう。丈夫な体を作り、活力ある街を作りましょう。豊かな心を育て、明るい街を作りましょう。温かい家庭を築き、住みよい街を作りましょう。仕事に励み助け合い、伸びゆく街を作りましょう。静岡県中部のシ田平野に位置する。 北部は山間部になっている。都市としての藤枝は田中城を中心に発展したが、田中城跡は藤枝駅から離れたところに位置しており、焼津市内の西焼津駅からの方が近い。藤枝市中心部周辺の空中写真、瀬戸川沿いに古くからの市街地が広がる。市街地東方に見える円形状の地割りが田中城跡である。 1988年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市長職務執行者市長市議会緑茶、梨、椎茸、みかん、タケのコ食料品、家具、木材市内に立地する。主な工場市内の、主な商業地市内に本社がある。主な企業市内に立地する。 主な事業所私立私立県立私立かつては、静岡鉄道周間線が走っていた。1913年に、富士層鉄道として開業し、1970年に廃止となった。高速道路国道都道府県道旧街道役所、消防署警察署運動施設映画館サッカー、選手野球選手その他この校では大技にあたる、住所上の地名を記述する。ありがとうございます。